2026年ワールドカップ北中米大会アジア2次予選を控えた日本代表が発表された。しかし、その中には注目すべき欠場者がいた。30歳の MF 伊藤純也。彼は1月末に性加害疑惑を報道され、逆に告訴する事態に見舞われた選手だ。その混迷の中、彼は日本代表から選出されなかった。だが一方で、彼は所属するスタッド、ランスでは主力としての地位を保ち、プレーを続けている。このビデオで、伊藤の落選とその背後にある事情、そして彼の現在の状況について掘り下げる。性加害疑惑の報道は、カタールで行われたアジア、カップ大会中に突如として表面化した。週刊新潮のニュースサイトが伊藤に対する疑惑を報じ、それが彼の代表離脱にも直結した。1月31日のバーレーン戦は出場せず、その後のイラン戦を前にチームを離脱した経緯がある。この離脱に関しては、伊藤と被害女性の主張の相違や、推定無罪をもとにした賛否両論が渦巻いた。そして、その決定が下された後も、伊藤はフランス一部リーグでプレーを続け、チームに貢献している。代表からの落選とは裏腹に、伊藤はフランスのスタッド、ランスで主力としての地位を確立している。彼は代表離脱後も、2月11日のリーグ戦、ロリアン戦にフル出場し、その後もリーグ戦に主力としての地位を維持している。彼のプレーへの集中力と能力は、性加害疑惑という波乱の中でも揺るがず、チームにとって不可欠な存在となっている。日本代表の伊藤に対する姿勢は賛否両論を巻き起こした。性加害疑惑に対する真相究明や伊藤の推定無罪を尊重する立場からの代表落選はチームの方針を示すものとして注目される。一方で伊藤のスタッド、ダンスでの活躍が示すように、彼は単なる疑惑の陰にうずもれることなくプレーを続けることができている。代表からの落選が彼のプレーにどのような影響を与えるか、今後の彼の動向に注目が集まる。性加害疑惑という難局に直面しながらも、伊藤純也は自らの能力を示し、スタッド、ダンスでの活躍を続けている。代表からの落選は彼のキャリアに新たな転機をもたらすかもしれないが、彼の決断力とプレーへの情熱は揺るがず、彼の未来は明るいものと信じるファンが多い。彼の挑戦が、彼の個人的な成長とサッカー界への貢献につながることを願ってやまない。